これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、理科大学、相手陣12ヤードからセカンドダウン7。ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック3番、トスを受け左オープン展開、そのまま縦に切り上がり、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-2、理科大学ファーストダウン2ゴール残り失礼理科大学ファーストダウン2ゴール残り1ヤード。タッチダウン、理科大学中央へのダイブプレー、これを持ったキャリア27番そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。山口東京理科大学6点獲得。プレーナンバー4-3、理科大学トライ4ポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。キックによる1点を狙います。キッカー72番、このキックはリフレクト、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。残り距離の半分のバッターを受けます。そしてトライフォーポイントはやり直し。プレーナンバー4-4、理科大学トライ4ポイント、2ポイントコンバージョン、プレーで2点を狙います。2ポイント成功、理科大学ここで再び中央へのダイブプレーを狙いました。キャリア27番、このままエンドゾーン飛び込み、2点獲得。山口東京理科大学11点、山口大学12点、1点差になりました。
プレーナンバー 4-5 山口東京理科大学キックオフ。先ほど得点を挙げた理科大学のキックオフにより試合再開です。キッカー72番、得点は山口大学12点、山口東京理科大学11点、1点差となっております。山口大リターン7番、山口大学陣40ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 4-6 山口大学ファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。パス不成功。クォーターバック16番スナップミスによりボールを後逸しましたが、これをパスを投げ捨ててプレーを終わらせました。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー 4-7 山口大学自陣41ヤードからセカンドダウン10。ファースト、何枠29番ハンドオフから中央突破を狙い、そこからカットバック右オープン展開しファーストダウン獲得です。プレーナンバー 4-8 山口大学相手陣44ヤードからファーストダウン10。成功。クォーターバック6番ワイドレシーバー3番にパスを通し約1ヤードのゲイン。プレーナンバー 4-9 山口対相手陣43ヤードからセカンドダウン9。パス不成功。クォーターバック16番ワイドレシーバー3番へのパス、しかしオーバースロー。パス失敗でサードダウンに変わります。プレーナンバー 4-10 山口対相手陣41ヤードからサードダウン9。ナイスです。何枠29番ハンドオフから右オープンを狙おうとしましたが、これを
山口東京理科大学69番がロスタックル。プレーナンバー4-11、山口大学フォースダウン12。パントフォーメーションを選択します。パンター7番、ボールオン相手陣46ヤード。ここでイエローフラッグ。ディレイオブザゲーム、遅延行為をオフェンスが働きました。5ヤード抜体です。プレーナンバー4-12、山口大学自陣49ヤードからフォースダウン17。先ほどディレイオブザゲームで交代しましたが、パントの距離を加減しての罰則と取ったようです。パンター7番、山口東京理科大15番がリターン転がしたが、ここでボールスリップ。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。先ほど反則が2つありました。オフェンスにイリガルフォーメーション、ディフェンスにラフィングザキッカーという反則がありました。したがって双方に反則がありましたので、このプレーは無効、オフセットとなります。プレーはそのままやり直しとなって、次はもう一度フォースダウン17からのプレーを再開となります。プレーナンバー4-13、山口対フォースダウン17、パントフォーメーション。このパントエンドゾーンに転がり込み、そこから理科大リターンを試みようとしましたが、ここでダウンしました。エンドゾーンの中でのダウンでしたので、これはタッチバックとなります。タッチバックとなった場合、次のプレーは理科大学、失礼、このボールをどこでタックルして止めたかというところの判定で、今審判団が協議しております。エンドゾーン内でのプレーデッドでしたので、タッチバックとなります。したがって次の攻撃は理科大学自陣20ヤードからファーストダウン10と変わります。プレーナンバー4-14、理科大学自陣20ヤードからファーストダウン10。
フルバックのダイブプレー、キャリア27番セカンドエフォートで大きくゲイン、約8ヤードのゲインです。ナイスラン。プレーナンバー4の15、理科大学自陣28ヤードからセカンドダウン2。理科大学ハッサン、オプションプレーのピッチを受け左オープン展開、キャリア3番ファーストダウン獲得です。失礼、キャリア8番でした。ここでウォーターブレイクを取ります。プレーナンバー4の16、理科大学自陣45ヤードからファーストダウン10。パス成功。ファーストダウン。ファーストダウンには至っておりません。ターゲット18番キャッチアンドラン、約6ヤードのゲイン。プレーナンバー4の17、理科大学セカンドダウン5、ボールオンハーフウェイ。パス不成功。クォーターバック30番左ロールアウトからワイドレシーバー18番へのパスでしたが、18番キャッチミス。サードダウンに変わります。プレーナンバー4の18、理科大サーダウン5、ボールオンハーフウェイ。パス成功。パスだ。クォーターバック30番、ワイドレシーバー18番にパス、今度は18番キャッチし、ファースだ。
プレーナンバー4-19、理科大学相手陣42ヤードからファーストダウン点。フルバックのダイブプレー、キャリア27番、ゲインは約6ヤード。プレーナンバー4-20、理科大学相手陣36ヤードからセカンドダウン4。クォーターバック30番、ワイドレシーバー18番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。外へ出ましたので時計止まります。プレーナンバー4-21、理科大学相手陣30ヤードからファーストダウン点。試合時間残り2分27秒。フルバックのダイブプレー、キャリア27番、ゲインは約4ヤード。プレーナンバー4-22、理科大相手陣26ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバック30番、ドロップバックからロングパスでしたが、このパスはコミュニケーションミスでパス不成功。サーダーに変わります。時計は表示に誤りがありまして、試合時間残り1分23秒です。プレーナンバー4-23、理科大相手陣26ヤードからサーダウン6。試合時間残り1分23秒。ランニングバック8番、トスを受け左オープン狙いましたが、これはタックルされ、原因は1ヤードので止まりました。ここで理科大学タイムアウト。理科大学後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り1分16秒。山口東京理科大学後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-24、理科大学相手陣25ヤードからフォースダウン5。プレーを選択します。ギャンブル。試合時間残り1分16秒。パス不成功。クォーターバック30番、ここでワイドレシーバー18枚のパス、失礼、6番、15枚のパス、しかしこれはカバーされ、パス不成功。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバー。
プレーナンバー4の25山口大学ファーストダウンテン、ボールオン自陣25ヤード。ここでボールをファンブル、しかしこれは山口大学が抑えました。ここでホイッスル。理科大学ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り1分で時計は止まっております。プレーナンバー4の26山口大学自陣25ヤードからセカンドダウンテン。試合時間残り1分。中央へのランプレー、キャリア44番、セカンドヒョウトで約2ヤードのゲイン。時計回ります。ここでホイッスル。山口東京理科大学後半3回目ラストタイムアウトを取りました。これで山口東京理科大学のタイムアウトはなくなりました。プレーナンバー4の27山口大学自陣28ヤードからサードダウン7。試合時間残り35秒。山口大学ファーストダウン、何枠44番ハンドオフクラッチを突破、ファーストダウン獲得です。時計回ります。山口東京理科大学に時計を止める手段は残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。
試合終了です。試合終了となりまして、山口大学ギャンブラーズ12点、山陽小野田市立、山口東京大学ボールバイソンズ11点、山口大学ギャンブラーズの勝利となりました。